今日は1月1日なので久しぶりに実家に帰ります。中目に帰ってきました。到着。誰もいません。アトラスタワー、お願いします。山手通りを行ってもらえますか。実家着きました。ただいま。ごめんごめん、遅くなっちゃって。あ、久しぶり。何、うん、これ美味しいお肉。うまい。へこれ、これエビ。エビか、うん、お、やば、綺麗。めっちゃ美味しそうじゃん。何牛これ。近江牛。近江牛、やった。いただきます。あ、これ刺身じゃん、うまそう。うわ、綺麗。綺麗だよ。感動だ。うわぁ、うん、ご飯食べたら眠たくなっちゃいましたんで寝まーす。嘘です。これ部屋の天井なんですけど、小学校の時から貼ったままのシール。チョコ、こっち向いて、こっち向いて、チョコ、これ、ああ、また来た、また来た、チョコ、おいで、おいで、今度こそおいで、え、チョコ、おいで、チョコ、チョコ、マジで、また来た、チョコちゃん、チョコ、チョコ。来てくれました。イエーイ。あきおめチョコちゃん14歳。こうやって枕を置いたら登ってきてくれました。イエーイ。ママはさ、今年どんな年にしたいの。幸せな年にしたい。なんて。幸せな年に。具体的に幸せとは。わかんない。わかんない。ただ幸せな気持ちになりたい。幸せな気持ちになって切実。ん、切実じゃん。何それ。え、切実って意味知らないの。知らない。弱くない。日本に来て何年ですか、ママ。切実。切実。もう今これ顔出してる。やだ。なんで。お願いします。無理。お願いします。ダメ。でもチョコがね、ママの布団のボロとしてるよ。お願いします。待って、寝静まった夜中にチョコが。どうしたの、チョコちゃん。もうみんな正月なのに、1月1日なのに、家族はもう寝ちゃいました。だってまだ12時だよ。え、でも待って、何やってんのチョコちゃん。全然帰れないし、トイレをさらされる犬。かっこよく撮りたいな。どうしたの、ジョコ。
うん。でした？チョコ、これ来た、おもちゃ。見てください。これやばくない？うわ、やば。これつけて入ってるかな？カメラアングル。オッケー。あ、やべ、つけすぎた、つけすぎた。やべ、味濃くなる。ちょっといただきますね。いただきます。甘い。で、これが、金目鯛。こういう白身魚系あんまり好きじゃないんですけど、私。最近食べれるようになりました。これも大人になったってことかな。うん。うん。サーモンです。ひぃ。ひぃ。いただきます。うん、安定すぎる。イカいっちゃいましょう。イカしてるぜ。ひひひひ。イカ。じゃあいきます。お。うまい。うまい。おはよう。おはようございます。お昼です。朝起きたらチョコをこのとこにいました。おはよう。撫でろって。おはよう。もっと、終わらない、止まらないよ。チョコ終わらないよ、助けて。終わらない。ね、これ30分ぐらい続いてるよ。これもうんへん。終わらない、助けて。はい、わかりました。うーん、こっち来た。カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。チョコちゃん、ちゃんとカメラに向かってご挨拶しなさい。おはようって言いなさい。カメラに向かっておはようって言いなさい。おはようは。ああ、はいはい、なめなめはね、はい、わかりました。はいはいはい。助けてー、助けてー。今お昼の12時なので、スタッフさんの給料の計算をします。でもこれ本当緊急事態宣言出たらさ、何にもできなくなっちゃうじゃん。ママ、宣言出たらどうする？え、どういうこと？緊急事態宣言出たらどうする？だって前と同じでしょ？前と同じだけどさ、
やばくない？だって外で歩くだけでなんか変な目で見られるじゃん。やば。どれぐらいの厚さがいい？おすすめは？これぐらいかな。結構分厚いね。おいくらすんの？これいくらだっけなの？2万円ぐらい。2万？何やってんの？2万3万円ブロックで買ったの2万9000円。3万円。お年玉にしてほしいわ、これを。これを買わずに。お年玉くれないの？何が？お年玉ちょうだい。なんでカメラが回ってるからって。桃鉄ダウンロードさせて。そうだよ、そうだよ。待って。わー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 。あ、お肉本来の味を楽しむっていう。そうです。ちょっと弱火で。やば。わ、めっちゃ綺麗。朝からこれいいの？いただきます。イエーイ。簡単に入っていく。じゃあこれはニンニク醤油で。うますぎる。いいの？こんなに食べちゃって。そんなに桃鉄欲しいの？桃鉄への愛の分厚さ。めっちゃうまいこと言うじゃん。そう。たかってる。たかってんのね。そう。歯で切れる。なんかもう舌と舌が喜び合ってるもん。スッって切れる。柔らかすぎて。うんふんふんふん。これで、芋吉のスイッチに、お年玉をぶち込んでいきます。はい、桃鉄今ダウンロード中です。そう、眉毛あれなんですよ。これ、眉毛ティントって言うんですかね。3日間くらい色落ちないんですよ。これ。なんで、水濡らしても大丈夫っていう。結構、いいですね。違う、ここを持って。どすぐるよ。ダメ、問題やめて。何その持ち方何も。何違うでしょ。捕獲されたチンパンジーじゃん。ちょっと早く。はい。早く、ママ、下手すぎ。だからここ。で、転がって、ここをやって持つの。はい。なんかそこじゃなくて、ここを両手で持つから。そう。10秒頑張って。まあ、持ってあげて。持ってあげて。重い。もういい。あと5秒。OK! ということで、青木はですね、今からアップルストアの初売り商品を受け取りに行ってきます。ギフトカードもらいに。あそこのビル、あれは私が幼稚園ぐらいの時に立ち始めたんですよ。 GT タワーって言うんですけど、でもここの建物とか、あとここの建物とかはなかったですね。だからすごい駅前は変わりました。そしてここ学前って言うんですけど、私ここでバイトしてたんですよ、昔。高3の時かな。ここでバイトしてましたね。アルバイト募集とかないのかな、今。時給上がってる。多分私がいた時1000円ぴったしだった。あ、そうですね。やっぱり、ちょっと上がってる。しかもね、日払いかなんですよ、ここ。変わってない。いいね。日払いって嬉しいですよね。なんか中目黒って、そのエグザイルの事務所できたじゃないですか。だからそれからなんかエグザイルの街みたいな感じになっていったような気がするんですよね。なんかエグザイル関連の居酒屋とか、あとはエグザイル好き系な人たちがすごい駅に
集まってくるようになって、なんか街がどんどん発展していってしまうみたいな、私たちのふるさとがなんかパリピの街になってしまうみたいな、なんかそう思っちゃうんですよ。駅前のスタバでどうやってんじゃねえやーみたいな。閉店してしまったと思った。よかった、カラオケアポロ。こう私が高校の時毎日来てたカラオケですね。激安なんですよ。フリータイムで470円だったかな当時。井上チンパンジーと店、あれがなんかそのエグザイル系のお店ですよね。あ、本当にエグザイルのお店になりやがってみたいな。人めっちゃ増えてんじゃんみたいな、ほら見て、こんな通り、この通りですよ。あとここ全部なかったんですからね。なんでこんなドヤ顔みんなして、何自分がかっこいいと思ってんのみたいな。ってこうやってガラス越しにこうやってパソコン広げて、で個人的に私がもう皆さんにおすすめしたいのはこの三ツ矢堂製麺。ここのチーズつけ麺が激うまなんですよ。これすごい、こんなに画質綺麗なんですよ。やば、ちょっと感動してる。ここがアップルストアです。人が言い過ぎて映せない。なんとか無事に買いました。ギフトカードも受け取ったんで帰ります。では焼肉を食べに帰りまーす。では今から家族で焼肉をします。シャトーブリアンの焼肉。うわ、やっぱシャトーブリアンってなんかあれだね、こう筋が違う、だから間違って聞いちゃったからこうだからそれで見せちゃダメ。あとは恥ずかしいの、こっちだよ。え、いいよ別に、全然間違っちゃったの。いい、全然こういう切り方じゃないなと思って。あ、これ本当はこっちなんだ。この上が霜降りが見えるように、そう、もう切り方を間違えた。確かにでしょ、なんか違うでしょこれ。確かに。で最近ハマってんのが柚子胡椒をちょっと乗せるんですよ。マルコ屋さんで教えてもらいました。じゃあいただきます。やった。3